ほう、またおちゃんです。一人の少女のひと夏の出会いと別れを描いた物語、夏の彼方、続きやっていきます。今回やっていくのはエピソード7ですね。突然携帯電話をね、置いていかれてさよならってお別れしちゃったんだよね。で、こっちでは1年の時が過ぎたわけ。久々に夏乃ちゃんにコンタクト取ろうと思って電源入れたら知らない女の子がいて、その子と別れた後に夏乃ちゃんにまた出会うことができたの。でもこっちでは1年、でも夏乃ちゃんの世界線の1週間しか経ってないっていう、この精神と時の部屋の原理、ここで一体どんな話の展開になっていくのでしょうか。次の物語を進めていきましょう。だから行くとこもないし、あてもない。昨日の夜寝た場所ももうわかんない。うん、あなたと話しながら旅してた頃と一緒。誰もいない家とかキャンプの跡とか見つけて、使えそうなものもらって、時々亡くなった人とかまだ動いてる感染者とかとばったり出くわして、あてもなくなんとなく北に向かってる。それだけ。茜さんも一人でどっか行っちゃうし、一人きりでスマホも置いてきたのに、もう二度とこうやって話すことなんかないと思ってたのに。ねえ、どうして？どうしてと言われましても、私にもわからんがな。もう離れれないんじゃない、私からどうして？彼女はそう問うた。でもそれに正しく答えることはできなかった。コンピューターの電源を入れたのは、彼女ともう一度話したのは考えがあったから。自分も彼女も勘違いをしているのではないかという考え。でもいざ言葉にしようとすると、その考えはとても考えなんて呼べないくらいに曖昧で、彼女に聞かせることはできなかった。どんな考えなんだろう。それに、もしこれが真実だったなら、彼女たちにとってあまりにも酷なことだと思う。え、そんな酷なことなの？気になる。どういう考察を立てたんだろう。分かったよ。あなたがそう言うなら今は聞かない。私だってあなたにさよならを言うときずっと黙ってたし、だから聞かないでおいてあげる。でも何か分かったら絶対教えてね。あなたが考えてることがどんなことなのかわかんないけど、でもあなたの世界でもう1年も過ぎちゃったっていうのはどういうことなんだろう。私があなたとさよならしてからまだ1週間も経ってないよ。本当に別の世界っていうか、なんか普通じゃないことが起きてるんだね。普通じゃないのはまあ半年前からそうだし、今更あんまりびっくりしないけど、ほんと何が起きてるんだろう。それにしても早すぎだよ。こんなに早く再会したんじゃ、私があんなに悩んだのバカみたいじゃん。いや、あなたの世界ではもう1年経ったんだっけ。1年か。まあでもだからもう二度と話さないつもりだった。そう決めたつもりだったけど、でもまた会えてよかった。かわいいうん、本当にこうやって話をするのも久しぶり。夏乃ちゃん、私に会いたかったよな。可愛らしいやんか。こういうこと自分で言うのちょっと恥ずかしいけど、寂しかったんだ。やっぱり自分でもびっくりするくらい辛くて、スマホ捨てちゃうくらい。たった1週間ぶりだけど、それでもすごく久しぶりな気がする。1週間で久々って、あーた、私もう1年経ってるね、こっちでもう途方もない時間が。エピソード7の1、1年と1週間。もう一度彼女と話そうと思ったわけを伝えることができなかった。彼女はそれを許してくれた。1年前、彼女にとっては1週間前、一方的に別れを告げたことを後ろめたく思っているのかもしれない。スマホを捨ててしまうくらい寂しかったのだと彼女は言う。その寂しさが今はわかる。彼女たちの生きる世界はこの世界とは別のところだけど、それでも帰ってきたんだという感じがする。なるほどね。寂しすぎてスマホを捨てちゃうぐらいにはね、かわいいね。せっかく捨てたスマホやけど、またまた拾っちゃうっていうね。寂しかったって、1週間。私も寂しかったよ。では旅を続けましょう。2件探索でエピソードが進行。お、夏乃ちゃんと久々に旅ができるね。やっていきますか。チャチャっと探索して、もう早く帰ろう。ハンドガン強化パーツ見つけた。なんだこれ、強化できるんか。よし、帰りましょう。飢餓状態になってます。やばいです。もう帰らなきゃ。
このスマホ拾ってくれたミナモって人、私も話してみたかったな。よくわかんないけど私のこと見つけてスマホ置いていったんだよね。なんで直接渡してくれなかったんだろう。こんな世の中だし、知らない人と会いたくないっていうのはあるかもだけど、あなたの話を聞いてるとそういう人じゃなさそうだよね。拾ったものを渡すのって気まずいかな。まあ、あなたと繋がってる変なスマホだし、渡されたとして私もどんな顔していいかわかんないけど、それに結構離れてたはずなのに繋がってたっていうのも気になる。さっき試してみた感じだと、確かに前だったらもう電波拾えてなかったところでもあなたの声が聞こえてた。あかねさんがいてくれたらもっとちゃんと調べられるんだけど、今頃どこにいるんだろう。こういう時あかねさんがいてくれたら一緒にいろいろ考えてくれるのに。まあ、いないもんはしょうがないけど、私の体の変容が進んでるってことなのかな。今だって別にどこも変なとこないと思うけど、ないよね。私ももしかしたらいつか他の人みたいに体からアンテナとか出てきちゃったりするのかな。まあ不安は不安だよね。あなたのいない1週間、あなたに会う前の静かな生活に戻って、一人だけで世の中に自分一人しかいないみたいな。実はパンデミックも何も起こってないんじゃないかってくらい静かで、なんかいろんなことがぼんやりしてた。こうやってあなたと話してるとなんか変なことが起きてるんだって実感しちゃう。わー、いつもそばにいたものがいなくなったら寂しいよね。失って気づくってやつよ。彼女の世界がこの世界にとって何なのか仮説がある。言葉にして伝えるのはそんなに難しいことじゃない。想像していることを伝えるだけならただの一言で済むかもしれない。でも言葉にすることはできなかった。彼女に伝えて、それを聞いた彼女がどんな顔をするのか考えるとどうしても言えなかった。え、聞きたい。それ何？どういうこと？こんなことならもう一度話なんてしない方が良かったかもしれない。何もかもわからないままでいた方が彼女は楽だったかもしれない。そんな風に思った。あるいは今ならまだ間に合うかもしれない。何も明かさず全てを隠したまま、このコンピューターの電源を切ってしまうのが何より彼女のためかもしれない。この想像が正しければ正しいほど、それが選ぶべき道のように思えた。苦しむくらいなら何も知らない方がいい。手が自然と伸びた。指がコンピューターの電源に触れようとした。けれど、消せなかったんだよね。やっと見つけた。何？誰？君が夏の？え？そのスマホが、そうなんだ。あなたがそこにいるんだ。誰この青文字の人？新キャラ来た！誰だろう？可愛らしい幼女。幼女かわからんけど。ねえ、聞こえる？聞こえてるよね。スマホの向こうの、あ、なんだ。え？私？私に語りかけてんの？この幼女は。え、謎の少女。エピソード7、謎の少女エンドア。エピソード7、あの女の子が全部持っていっちゃったな。エピソード7の2、やっと見つけた。突然現れた少女はそう言って夏野を見た。見つけたというのは夏野のことだろうか、それとも彼女は一体何を知っていて何を探していたのだろう。見つけたって絶対私のことやね。夏野ちゃんに言ったっていうか、私の方になんか問いかけてたもんね。夏野ちゃん以外に私の存在を知る子がいるなんて。しかもここに来て新キャラ。どんな子なんだろうね。可愛らしい女の子やったな。エピソード7、あっという間に終わっちゃったけど、ここまでですね。夏野ちゃんと再会できて、やっと会えたねなんて言ってたら、最後に謎の女の子出てきて、その子に全部持っていかれちゃった。しかも夏野ちゃんに話しかけるより私、画面越しの私に話しかけてるっていう、ここに来ての新キャラなのにすごく重要そうなキャラ出てきたよね。しかも幼女っぽい。この世界の秘密を知ってる女の子なんでしょうか。次回エピソード8やっていきましょう。では今日のところはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。風の隙間をなぞる指を